皆さんこんにちは、203です。今日はトレックエモンダ SL5 2021年モデルを結構軽量化したんで、それを紹介していきたいと思います。トレックエモンダ SL5 2021年の52サイズですね。これがフルノーマルとノーマルの状態です。ここから、軽量化をしていきたいと思いますけども、まずは、ドノーマルの状態から重量を測っていきたいと思います。エモンダ SL5 に最初から付いているパーツをまず測っていきたいと思います。まずはステムからいきます。 90mm ですね。フレームサイズ52に付いているステムなんですけども、90mm で 175g ですね。結構重めのステムだと思います。次が、シートポストの代わりになっているシートマストキャップというものですね。こちら SL5 だとアルミのものが付いてるんですけども、こちらが、228.5g ですね。カーボンのシートマストキャップですね。 SL6 以上に付いてると思うんですけども、それが、127.5g なんで、ちょうど 100g ぐらい、アルミの方が重いっていうことになってますね。次がサドルなんですけども、標準でついてるサドルがこちら、289.5g ですね。アルミのシートレールということで、ちょっと重めなんですけども、 289.5g 結構重いサドルになってます。次がハンドルなんですけども、アルミのハンドルがついています。これ測っていきましょう。287.5g ですね。ハンドルだけで 287.5g 結構重いですね。アルミのハンドルだと300g 超えてるのも結構あるんで、まあかなとは思います。ただカーボンハンドルとかですと 200g を切るようなものもありますので、ハンドル変えると 100g ぐらい軽くすることができますね。最初についてたバーテープもちょっと剥がしちゃったんであれなんですけども、写真だけ載っけとくと 40g バーテープの重さがありました。さて次が、ホイールですね。ホイールが、ちょっとタイヤチューブ付きの状態で測らせてありますけども、フロントホイール1463ですね。次にリアホイールですね。はい、リアホイールとタイヤチューブだけで 1734g ですね。いわゆるホイールセットで、前後セットで1734っていうだけでも結構重いホイールだと思うんですけども、リアホイールだけで、タイヤチューブ込みなんですけども、1734g 結構重いですね。ではついでなんで、タイヤとチューブを外したホイール単体でも測っていきます。まずはリアホイール、
リアホイール単体で 1185g ですね。はい、フロントホイールも測っていきます。966.5g ですね。で、入ってたチューブがケンダのものなんですけども、これが 156.5g ですね。まあチューブにしては結構重いですね。ディスクのローターなんですけど、105のディスクローターが実測で 132.5g、 ロックリング込みだと 149g ですね。あとは、スポークカバーですね、こちらが 29.5g。 ついてたタイヤなんですけど、ボントレガーの R1 というものの 28C ですね。こちらが 356g ですかね。356g ですね。タイヤにしてはすごい重いですね。グランプリ5000とかは多分 25C で 220g とか、まあ、28だとちょっと分かんないですけども、356g のタイヤということで、かなり重めのタイヤがついているということになります。今回軽量化したパーツなんですけども、ハンドル周り、サドル周り、そしてホイールですね。この3つを軽量化しました。1つずつ説明していきますと、まずは、ハンドルですね。ハンドルとステム、この辺がすごい、あの標準モデルですと重いもんですから、そこを、軽量なものに変えました。まあ、ここはちょっとすで、に持っているハンドルなんですけども、同じトレックのボントレガーのトリプル X のインテグレートバー&ステムっていう、ステムとハンドルが一体型になった軽量のカーボンハンドルですね。これにしてます。ここで結構軽くしてます。で、次のポイントなんですけども、サドル周りですね。サドルとこの、サドルの固定するシートポストというか、シートマストキャップっていうのがトレックだとあるんですけど、ここが標準モデル SL5 の場合ですと、アルミのシートマストキャップになってるんですよね。で、上級モデルになるとカーボンのシートマストキャップになってるんですけども、ここで結構重量差が出ます。で、これを、アルミからカーボンに変えてます。で、あとはサドルですね。サドルも結構標準だと重いものがついてますんで、これをまああの、スペシャライズの S-WORKS の、ローミンエボっていう 130g ぐらいの、軽量モデルに変えてます。カーボンのものですね。これに変えることで、まあ、あの自分が普段使ってるサドルがそれってこともあるんですけども、これで軽量化もかなりします。で、あとやっぱり大きいのはホイールですね。あの標準でついてるホイールがめちゃめちゃ重いですね。まあ、いわゆる標準だと鉄桁っていうのが多いんですけども、これはもう本当に両方でタイヤとか含めて3キロぐらいあるんで、かなり重いですね。後輪だけで前後セットぐらいのホイールの重さがあるということで、これをまあ普通のホイールに、軽めじゃないものに変えたとしても、かなりの軽量化ができます。で、今回、そのホイールなんですけども、ウィーグルで、まあ、安いものを買いました。25,000、新品で25,000ぐらいのフルクラムのレーシング6っていうのですね。これに変えたんですけども、カタログ重量が、まあ、1690、まあそれで計算してたんですけど、実際来て測ってみたら、まあ、実測で1700超えてて1750ぐらいだったかな。あのちょっと結構重めだったんで、ちょっとあの軽量化の計算は狂ってしまったんですけど、まあそれでも、まあそこそこの軽量化にはなりました。新しく買った、フルクラムのホイールなんですけど、リアホイールで 944.5g、 フルクラムの、レーシング6、フロントホイールの方が 808g です。で、チューボリーと、ディスク用ですね。ディスク用なんで、チューボリーとのディスク用のチューブですね。で、ローハイトのものになってます。それが、2つ合わせて 43g。 で、タイヤですね。グランプリ4000の 23C のタイヤ
はい、1本 201g、 はい、ホイール周り、ハンドル周り、サドル周りを変えたもので重量を測っていきたいと思います。7.48kg ですね。あ、7キロ台前半には一応入ってきました。まあ、これでまあ普通のロードバイクのとしての重さにはなったと思います。で思ったんですけども、やっぱりホイール、あと今回その変えた SL5 の場合ですと、ハンドル周りとサドル周りですね、特にシートマストキャップとか含めたところ、この辺が標準のモデルはすごい重いものがついてますんで、ここは絶対変えた方がいいですね。まあ多少お金はかかるかもしれないんですけども、やっぱりこのサドル周り、ハンドル周りっていうこう何て言うんですか、車両の上の方の部分ですね、これが重いと、まあ車両ダンシングとかで振った時の重さ軽さにすごい影響されますんで、ここが軽くなると本当振りが軽くなるし、こう何て言うんですかね、ちょっと漕ぎ始めで、ちょっとダンシングした時の、その軽快感が全然違ってきますね。まあ、この辺は SL5 買ったら早めに交換して軽くした方がいいかなと思います。あとやっぱりあの走りに影響するのはホイールとタイヤですね。この辺が重いとやっぱりその走り始め、漕ぎ始めの軽快感みたいのが全然違うんで、ここを軽くするのは本当に乗り味にすごい影響してくるんで、まあ、エモンダ SL5 を買ったら、まあ、交換していきたいところの、まあ、重要ポイントだと思います。で、エモンダ SL5 の2021年モデルですね、まあ、セミエアロというか、まあ、エアロ形状のフレームで、まあ、軽量モデルというか、オールラウンドモデルということで、出てるんですけども、 SL5 の場合標準のままだと、9.3kg ぐらいあるんで、まあ、全く軽量ではないんですけども、まあ、その状態で乗っても結構速いのは感じられますね。平坦は、まあ、あんまり重さが関係ないん でホイールとタイヤがめちゃめちゃ重いんで、まあ、それが逆にいいのかもしれないですけど、割合巡航だと結構スピード巡航スピードを高いまま維持ができるかなっていう感じがします。で、まあ、タイヤが 28C っていうのもあって、そんなに乗り心地も悪くないし、まあ、ロングライドには結構向いてるんじゃないかなと思います。まあ、ロングライドするんだったらもう買ったままそのままでも結構いけるんじゃないかなと思います。で、上りなんですけども、まあ、重いんで、まあ、あんまり期待はしてなかったんですけども、多分なんですけどディスクロードっていうことで、フロントのフォーク周りがすごい剛性感が高いんで、結構なんていうんですかね、フロントの食いつきがいいっていうか、漕いでも割合そのまま推進力としてまっすぐ進んでいく感があって、結構坂も登れる感じがしました。これは、それこそ車両をもっと軽くしていけば結構ヒルクライムでもかなり使えるんじゃないかなと思います。まあ、その辺含めてもっと軽量化はしていきたいと思います。まあ、僕にとってはディスクブレーキの初めてのモデルなんですけども、まあ、MTB とかちょっと乗った感じでディスクは、乗ったことはあるんですけども、ロードのディスクはちゃんと乗ったのは、初めてだったんですけども、まあ、正直僕にとってディスクロードっていう意味で言うと、あんまりそのディスクブレーキのメリットみたいな特には感じなかったですね。まあブレーキの効きがいいっていうのは当然いいんですけど、今まで乗ったリムブレーキも特に十分以上に効いてたんで、そこで差はそんなに感じなかったですね。なんでその特別ディスクの方がさらにいいみたいなのはあんまり感じなかったのと、あと引きが軽いっていうのをよく言われてるんで、まあ、試してみたんですけど、それもそんなに別に軽いっていう感じはなかったですね。ただまあその効き具合っていうのは、まあ、うまく調整されているのを買ったのかもしれないんですけども、割合急激にガツンってくるタイプじゃなくて、今までのリムブレーキのロードと同じような感じで、割合じわっと効くような設定になってたんだと思うんですけど、そういう設定にされているのかもしれないんですけども、急にガツンと効くんじゃなくて、割合コントロールしやすい感じにはなってたんですね。ただリムブレーキよりその微妙なブレーキコントロールができるかというと、別にそれも特にそんなには感じなかったですね。で、引きがそんなに軽いっていうのは本当に全然思わなくって、多分普通にデュラエースとかのリムのブレーキとか使ってる人からしたら、普
通っていうか別にあのリスクの方が軽いっていうのはあんまり思わないんじゃないかなって思います。なんでそこに関しては特にあのリスクだからなんか乗っててすごいメリットあるかなっていうのはそんなに感じなかったですね。まあだからといってその初めてロードをこれから買うっていう人にリムブレーキのモデルを勧めるかというとそれは、まあなくて、やっぱりまあ今後買っていくんだったらまあどうしても、ディスクの方がいいかなと思います。あのリムブレーキの方が性能的に全く差がないとしても、リムブレーキにはまあちょっと政治的な理由でちょっとデメリットがあるんでおすすめできないですね。それはもうたった一つの理由なんですけど、リムブレーキはまあ未来がないっていうことなんですよね。なんでそのどんなによくっても結局今後メーカーが出していかなければ買うことができないし、そうするとまあパーツとかもあの手に入りにくくなってくるし、まああの何て言うんですかね、リセールバリューとかも悪くなってくんで、まああのリムブレーキを勧めるっていうのはもう本当に安く買いたいし、そのリセールとか考えてないし乗り潰すみたいなずっと乗ってって買い替えとか考えてないっていう人だったら、そういう人にはまあリムブレーキのモデルのがまあ、 あの整備というかメンテも簡単だしおすすめはできるんですけども、今後も買い替えてって、まあ常に最新のロードの動向も気になるみたいな人はまあ、 あのディスクブレーキのロードを買った方がいいかなとは思います。あえて最初からまあ泥船に乗るみたいなことはしなくていいかなと思います。まあ僕はどっちかというとリムブレーキ派なんで、まあディスクももちろん乗ってくんですけども、まあ今逆にそのリムブレーキのパーツとかフレームとかが価値が下がってるんで安く買えるんで、そういう意味では逆にまああのリセールじゃなくて乗り潰すみたいな感じだったら、まあ、逆にリムブレーキ今狙い目だなっていうマニアックな人はいるかもしれないですね。僕もそういう感じなんで、まあ、しばらくはまあリムブレーキは乗っていきたいなと思ってます。まあ、だからといってまあ泥船を一緒に乗っていこうっていうふうには進めないですよね。僕のディスクブレーキに乗った感想っていうのはそんな感じで、特にあの乗ってメリットみたいなのは感じなかったです。だからといってまあ別にディスクブレーキを否定することはないんですけども、やっぱりちょっと高いかな。あと、思ったのがそのブラケットがやたらでかいんですね。まあ105のディスクの、R7220 っていうのがブラケットでついてるんですけども、それがまあすごいでかくて遠くなるんですね、ハンドルっていうかブラケット位置が。それがちょっと乗りにくいかなってのは思ったんで、まあ、できるなら DI2 のブラケットだと威圧でもすごく小さくなるんで、まあ手の小さい人は電動の、DI2 の、ブラケットにした方がいいかなと思います。正直だいぶステム短くしないとリムと同じ、ブラケットの位置に来ないんで、ちょっと遠い感じがしますね。エモンダ自体は本当すごいよくできてて、あの前のエモンダはちょっとだけ乗ったことあるんですけど、やっぱそれと比べてもなんか進む感じはすごいしますね、少ない入力で、なんでまああのエモンダ自体はすごいいいモデルだなって思いました。今回はトレックエモンダ SL5 2021年モデルの軽量化についての話をしました。今後ももう少し軽量化していきたいと思います。次はコンポを変えるとどのぐらい軽量化されるかっていうのを、試していきたいと思いますので楽しみにしていてください。それではまた。